はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、ファーミングシミュレーター、このエルムクリークのね、第2回目ってところですけど、まあ最初どこから手をつけていこうかってもうなんとなく考えてるんですけどね、まあやっていきましょう。それでは本日もよろしくお願いします。はい、ってことでね、まあ個人的にはね、なんだろう、そう、あれがいいんですよ。あれがいいってなんだろうって感じだけど、そう、個人的にはね、なんかおかしな始め方もやってみたいっちゃやってみたいんですけどね、王道とおかしいのどっちをするかっつったらね、今回はじゃあ王道でやってみましょう。まあどういうことって感じだと思うんですけど、とりあえずね、手っ取り早くお金を貯めるにはなんだっつったら、俺の中ではね、やっぱパンなんですよ、パン。なんでここをね、とりあえず潰しちゃいます。あ、待って、ね、なんかおかしいおかしい、マウスが暴れとる。あ、お、戻った。ほんと火の処分もしたいですけどね、まあそれは後々って感じでね。はい、じゃあここに何を建てるかっていうと、穀物工場ですよね。精油工場か、これシリアル工場でもないか。お、意外と平らじゃねえんだな、ここ平らにしときますか。じゃあ、はい、で建物、穀物工場、こっち向きのがね、なんか出し入れしやすいかなって感じもあるんで、穀物工場建てますよね。で次に建てるのはね、もちろんこれですね、ベーカリー。はいもういきなりね、こんなの建ててどうすんだって感じかもしんないですけどね。はい、じゃあ次に着手するのはね、こちらですね。まずね、トラクター買ってきましょう。まあちっちゃく始めてもいいんですけどね、もうある程度投資しちゃいましょう。必要なのはね、そこそこの馬力が欲しいんでね、安いのがいい。まあ、モッド系を使えば安いんですよね。ほら、ここら辺のトラクターなんてね、160キロ出ますけど、まあ、違う、160馬力あるけど20馬力しかないっていう、オープンエア型です。それでもいいし、ここら辺もね、180馬力ある割には40キロしか出ないとか、45キロ出る。まあ、これもね、古臭いけど馬力がそこそこあるよってやつですね。こういう古臭いのをね、使えばね、意外と安く上がるんですよね。まあ、美しくないけど。こんだけありますから、トラクター。あ、でもこれ安いな。このトラクター安いですね。買っとこうかな。9万。はい、このトラクター1台購入。とりあえずね、最初は1台だけでね、やろうかなと思うんでね。使うのは、カルティベーターを使いましょう。これと、で、あとはね、この破手機。最初はね、本当はね、ここら辺あたり欲しいんですけどね、8メーターできるやつ。だけど、これね、一緒に農薬も撒いてくれるんでね、こっちにしましょう。で、あとは、残り70万。本当はなんか、ここら辺のやつもなんかすごそうですよね。あ、そうか、これを、まずトラクターにつけて、これが、要はあれなんですね。すごいな。後で使いてえな、これ。まあいいや。で、あと収穫機ですね。収穫機はね、どれ買おうかなって感じですけど、安物だったら安いんですよね。7万5千とか。ただ、モッド系で安いのあったような気がするんだよな。そう、モッド系でもね、ほら。7万5。同じぐらいか。ああ、こっちの方が全然性能が高そうですね。これなんかもっとすごいな。5万ですよ、5万。160馬力しかねえけど。とりあえずね、そこそこの馬力が欲しいですよね。26万。悩むな。モッド系でね、26万ぐらいを出すと、
もっといいやつ買えそうだし。はい、じゃあね、こちらの収穫機にしましょう。なんかね、これ今まで使ってないですもんね。まあ、モッド系じゃないで、最初からのやつ。で、カッター。で、カッターはね、それに合わせたやつ。多分、この28フィートぐらいなんでしょうね。多分。多分だけど。で、あとトレーラー。トレーラーね、そこそこの大きさのやつ欲しいですよね。モッド系で、なんか買いますか。なんかね、ここら辺あたりが無難そうですね。買っちゃいましょう、これ。あ、どうせだったらね、オレンジのトラクターなんで、オレンジに合わせますか。濃いオレンジ。リムはね、クロームにしましょう。はい、じゃあこちら購入。34万残ってますね。あとなんかあったっけかな。ないな。トラクター1台買っとくか、予備で。このぐらいですね。1台でいいやと思ったけど、もう1台やっぱ買っときましょう。で、もうね、買ったトラクターは売りたくないんでね、売らないスタイルでやりましょう。はい、これがね、とりあえず安いんでね、これ使いましょう。はい、購入。はい、じゃあ受け取りに行きましょう。あ、あとね、そういえばもう一箇所ぐらい畑欲しいんだよなと思ってたけど、買えるところあるかな。補充に買えるかな。買えそうだけど、47と、とりあえずね、ここら辺全部買っちゃいましょう。この一帯。はい、ここ一帯を全部買いましたね。で、ショップにね、受け取りに行きましょう。とりあえずね、持って帰らないと。なんか足りてないような気もするんだけどな。あー、これパワーシフターか。オートマ欲しいな。すげえオートマ欲しい。お金ね、最初に買うのはオートマのね、とりあえずトラクターにしましょう、目標は。ほんとね、収穫機リースでもいいなーなんて思ってたんですけどね。まあ買っちゃったんでね。あ、いい、これもね、出発出発。これは前にも取り付けできないタイプなんですね。あれ？動いてない？ヘルパーが動かないですね、これ。まあいいや。先にこっちじゃ動かしましょう。じゃあね、これはね、俺が運転していきましょう。なんか。あ、動き出して、ようやくこっちも。どこ行くんだよ、お前。どこ行くんだよ。俺が運転していこう。すごいですね。オーベイロンより都会ですね。片側2車線ですよ。片側2車線をね、優に占有するこの幅。まあでもね、新鮮ですよね。今までオーベイロンだったから。ああ、一応、堆肥用のね、堆肥巻き機買ってくるか。あとでね、なんか収穫機とか入れられる格納庫も建てたいですよね。最初は青空でいいけど。ほんと、全部が安物トレーラーでね、あげようとしてるって感じですけど。ああ、そうか。畑のね、作物の破壊がオンになってるから、トラックで通るとね、トラクターで通ると作物が破壊されるんだな。はい。じゃあね、一応この台風散布機買っときますか。一番安いやつでいいんでね、とりあえずは。そうですよね、これ使ってましたよね、最初の頃。結構モッドでもっと安いのないのかな。ないですね。あ、でもあんま変わんねえやつはこっちでいいか。どんどんお金変わんねえっすもんね。これにしときましょう。
はい、お金がね、ほんとなくなりましたね。じゃあ持って帰りましょう。このカルティベーター何のために買ったかっつったらね、単純にね、プラウの代わりに使うんですよね。あれだと結構微妙なんですよ、何がっていう感じでと思うんですけど、あのプラウだとね、この敵にしたい範囲をね、結構微妙なんですよね、あの判定が。なんでめんどくさいんでね、とりあえずカルティベーターにしました。幅ひでえし。危ない。そうですよね、俺一般車をね、ずっとオーベイロンでは消してましたからね。そう、なんかちょっと新鮮。はい、ってことでね、じゃあこれですけどね、やっていきましょう。まあやることっつったらね、とりあえず広げます。で、畑のね、耕作をオンにする。で、下ろす。はい、大丈夫ね。とりあえずここをつなげましょう。早い早い。もう一段階。とりあえずね、畑をね、きれいに整えましょう。楽ですね、プラウに比べて。やっぱり早い早い、すげえ早い。今までプラウでやってたのがね、バカらしくなるぐらい早い。で、あとはね、何気にね、こっち方面にもう一段階広げられんじゃねえのって感じでね、やりましょう。ギリギリまで広げてね、少しでも収穫量を上げましょう。まあでも1段階ぐらいでいいかな。あんま道路際に行きすぎてもね、乗用車と当たりそうで怖いし。いい感じですね。はい、これで OK ですね。あ、若干でも、まあいいか。まあいいや。で、じゃあね、畑に種まきましょう。何を作るかね、最初はやっぱ大粒麦でしょうね。小麦よりもね、変換率がいいんですよね。お、これブレーキ効かな。まあ安いトラクターなんでね、文句は言えないですよね、ほんと。小麦じゃなくて大粒麦。展開。とりあえずね、液体のね、肥料はね、一緒に散布してくれるんでね、とりあえずこれでいってらっしゃい、ヘルパーさん。じゃあこっちに行きましょう。はい、こっちもね、俺の畑なんでね、どうしようかって感じなんですけどね。これはどうしようかな、ほんと。ここつなげるか、とりあえず。